3分やろう。シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、尿ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得て、エースが囚われているという最深部レベル6を目指した。しかし毒毒の実の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。ハッ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 。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。誰一人逃がしはせん。エースさんはもう海の上、急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。おいおい、
この監獄にはあるはずのない道が至る所にあっているのよ。そこまでだ。死ぬ2発。死ぬ。
がレベル4に入ってくるぞ。毒を使いすぎた。あらが監視を逃れ、出口目指してコツコツと。バギーと3の大冒険、ここまで来たぜ、レベル4。何か騒がしいな、バギー。様子を見。うん。ボス！お前か、ミスター3。使えねえカスがここで何してる。エライラが解放されとるがね。麦わら！あ、お前ら、こんなとこにいたのか。あんたら、よくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前も彼。囚人たちを解放し、獄内はさらに大混乱。脱獄もチャンスも急上昇だ。おいおい私の能力をもってすれば脳の鍵を作ることなどたやすいことだがね。バナータたちは立ち止まらずに進んで、また私はこの先の状況を調べてくれ。ラウンドベスト。岩さん、あっちも行くわよ。マネマネの能力がきっと役に立つわ。この辺りにあいつがいるはずだな。兵力を増やしとくのも悪くない。おいおい、そこまでだ。あとじが勝利。さあ、脳の鍵を開けたぞ。おお、俺たちは自由だ。解放してくれんのか。すまねえな、あんた。って、クロコダイル？奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るか、ミスターワン。付き合いましょう、あんたになら。ちょうど退屈してきたところだ。すぐにザコどもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ。行くぞ。
う簡単にぶっ飛ばされては副所長は務まらぬわ。おいおい、噂さんと言っているのが分からんか。おいおい、あとすまず。おいおい、おいおい、おいおい、さあ、あとすまず。したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。そこまでだ。ラドジラソーレ。独学院どもに負けてなるものか。
まだ。副所長、もう立たないで。死んじまいます。貴様らが海へ出て存在するだけで、庶民は愛するものを失う恐怖で夜も眠れない。かよわき人々にご安心いただくために、凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦で、それが破れちゃこの世は恐怖のどん底じゃろうがい。出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするのは、この世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ、お前が黒ひげ。久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ。おめえがエースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜエースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。デザートスパーダ、グラウンドセック、こいつは俺が消す。アトミックデス。おめえの兄貴はよ、俺たちの前にエースが現れなかった。本来死んでたのはおめえだ、麦わら。だったら今やってみろよ。俺の波動の威力を思い知らせるぜ。ここまでだ。デザートギラソーレ。エースは死なせねえ。おいおい、デザートスパーダ。想像以上に強えな。俺は何だと思ってる。グラウンドセック、グラウンドです。おいおい、おいおい、グラウンドスパーダ。闇はいいんだ、全てを引きずり込んでやる。行けよな。そこまでだ。デザートギラソーレ。
までだ。ナトジラソーレ。耐えろ、ウクリング。デザートスパーダ。デザートスパーダ。シャワバタ足がついてる。やあ、相棒
王が作った牢の合鍵、これがあれや囚人をどんどん増やせるぜ。おいおい、おお、俺たちは自由だ。おいおい、押されてるかね。助かったぜキャプテンバギー。手放って、はい、大成功よ。でもまだやることがあるのよね。己許さんぞ。絶対にここから出さんぞ。
よ。だとしたらだ。ここに牢の壁をつけ、それでしばらく毒を防ぐんだがね。そこまでだ。デザートジラソーレ、この毒は禁じて、シルダウンそのものを破壊しかねない。デザートスパーダ、おい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 、そこまでだ。デザートジラソーレ、まだないのよ。ヘルドウィング、どうやら間に合ったブルね。イワちゃん逃げるぞ、あれやってくれ、ウィング。いいわよ、ヘル、行かせん。ドウィング、軍艦にたどり着いたぞ。脱出成功だ。まずいがね、あれは開けられんがね。どういうことかね。うおお、なんでか知んねえけど門が開いた。本当か、それボンちゃんが。さっき入り口で一緒にいたのに、ボンちゃん一人インペルダウンに残ったのか。俺たちこのまま進むのか。時間がない。あいつ置き去りにすんのかよ。まだ繋がっとる。ボンちゃん、おい聞こえてんのか、ボンちゃん。お前またなんでこんなことすんだよ。あん時みたいによ、一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスターツー、ミスターツー、おめえってやつは。ボンボーイ、ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう。麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に、忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。Come away! ワンちゃん！
す言葉はあるか。本望。お釜畑でまた会おう。まあいいだろう。